アニハセヨトモヤーズスモールウェルカム、ね、ということで、おいおい佐々木どうしたいんやっていうところですけども、今日も森プロに来ていただいてトークです、はい。まあ、なんでかっていうとですね、おはがきが来た、おはがきのコーナーです。韓国からトモヤの小部屋にお便りが来て、すごくないですか、はい、韓国からですか、はい、すごいですね。韓国から来てるんですよ。YouTube でもね、皆さんこの小部屋は上がってるんですけど、本編はね見れてないらしいですけど、今韓国にいらっしゃるんで、でも YouTube で小部屋を見てて、小部屋だけ見てるんですね。そうそうそう、でお便りって言ってお便りくれてるんですよ。コロナ禍で約1年半千葉に帰れていないので番組は見れていませんが、トモヤの小部屋は YouTube で楽しく見させていただいております。だから元々千葉に住んでたんですよ。あ、そうなんですね。ペンネームターキーさんで、質問はありますと、はい、ゾーン体験を教えてくださいっていう。ゾーン体験、はい、なんか野球でね、内川選手とかはボールが大きく見えるとかね、田中秀道プロとかね、バレーボールの竹下選手は自分の姿を上から見ている他の自分がいるっていうね、幽体離脱的だすごいですね、ちょっとそれ分かんないですねっていう、ゾーンの体験を教えてくださいって言うけど、はい、プロゾーンあります？ゾーンの体験あると思うんですけど、うん、ゾーンに入ってる時はゾーンに入ってることに気づいてないですね。気づいてないんですよね、はい。でも俺は強いてこれがゾーンだったのかなっていう時は、うん、2010年の日本シリーズの15回引き分けになった第6戦かな、うん、の時にもう10回ぐらいから気持ちよくなっちゃって、疲れもなく、うん、でこれ永遠試合できんな、めっちゃ気持ちいいなと思いながら試合したのね、うん。だからあれがゾーンなのかなっていう、この気持ちよさ、なんかランナーズハイっていうじゃん、はい、だからあれがゾーンなのかなっていう、よくわかんないよね。よくわかんないです、言葉で説明できない、ね、だってゾーンって、今ゾーンタイムですって教えてくれないじゃん。そうですね、気づいて、うん、終わってからあれゾーン入ってったのかな、ゾーンだったのかなっていうね、うん、だから調子がいい時がゾーンなんだったらしょっちゅう入る、うん、でもそれがゾーンなのかなっていう思いもあるし、だからターキーさんよくわかんないっすゾーンは、ね、だって大げさに言うとよ、言ったもん勝ちなのよ、ゾーン入ってますって、うん、だって否定できないから。そうです、ね、お前それゾーンじゃねえよ言えないじゃんね、はい、まだありますまだあります、はいはい、あ、まだあるですね、はい。本番組が千葉から発信し、いつか全国各地へ、そして海外へ広まること心よりお祈り申し上げますっていう、すごい注文がって言われてますけど、全国放送いきます？え、僕次第、僕次第ですか僕次第なんですか？あと一つ、ターキーさんに番組からのちょっとお願いっていうか情報発信があります。トモヤの小部屋にこうやっておはがきをいただいて、それが採用されますとサインボールが送られるんですけども、規定により日本国内にいないと送れないんですよ。規定があるんですね。規定があるんですよ。ターキーさん、千葉に帰ってきた時はですね、番組に帰ってきましたとご一報ください。そうしたらご自宅にサインボールが届くんで、ぜひ連絡お待ちしてますということですね。世界に広がれ、トモヤの小部屋。今日の一言、全国から世界へ、頑張ればなんとかなります。ありがとうございました。